ロシアはなぜウクライナを攻撃したの？プーチン大統領の言い分は正当防衛。どうして？ウクライナ東部はロシアと親しい組織が支配しています。その東部の住民が脅かされている。だからロシアが守る。そんな主張です。ロシアが敵と見なしているのは NATO 北大西洋条約機構、欧州や北米の30カ国が加盟する軍事同盟です。ロシアとヨーロッパに挟まれているウクライナ、ゼレンスキー大統領はこの NATO 加盟を目指しています。ウクライナは旧ソ連時代の兄弟国。そんなウクライナの姿勢に我慢がならないのがプーチン大統領。欧米寄りのゼレンスキー大統領を武力で排除してでもウクライナはロシアに従順な国に変えてしまいたい。そんな思惑を持っています。しかしウクライナの激しい抵抗と国際社会からの強烈な反発に遭い、ロシアは経済制裁で大きな打撃を受け、世界から孤立しています。